んなり、いけんとだ、当選、日戦、日産、日戦、あ、三日戦、三日戦、四日戦、ちょっと、六日戦、七日戦、最後ね、年金一戦、当選、うん、ああそう、あちょっと今出かけようと思ってるとこなんだけど、うん、まあ東京駅でしょ。うん、でもちょっとでいいからいらっしゃらない？歌舞伎座の2階にいるの。うん、でもあちらはか、もう見合いはやめたよ。いいように断っといてもらいたいね。ダメ、そんな弱気じゃ。出ていらっしゃったらいいわね。待ってるわよ。ようこそ。少しは舞台を見るわね。バカで。でも、とってもいいわ。舞台は知らない。どっちよ。で、高行さん、そんなにそうだったって。でも、忘れないよ、思い出してから。せっかく梶原さんもお見えなんだし、お茶ぐらい付き合ってらっしゃいよ。清子さん、ぼんやりしてないでお引き止めなさいよ。あんた高木ファンなんじゃないの。そりゃファンなもんですね。まあ、ご迷惑でございませんでしたらどうぞ。ええ、でも本当に用がありますんで、いずれゆっくりお目にかかせていただきます。照れてんのよ、この人。じゃあいいわ、返してあげるわ。じゃあ失礼します。ごめんください。何？清子さんね、あんたにとってもなのよ。それ忘れちゃいけないわよ。その話しないでくれよ。女の方は苦手なんだ。嘘っしゃ。これから大阪のあの人を迎えに行くんじゃないの。うん、行くかもしれんよ。もういい加減になさいよ。あんた大阪の安子なんかと結婚しちゃもうおしまいよ。分かった分かった。じゃ。何ごたごたしてたの？うん、ちょっと大阪方に負けないように釘を刺しといたの。峰さんのお嬢さん？そう、高之さんのお父さんの方にでまた東京出てくるのよ。私いい顔しやがって。うん、忍さん、うち今度の東京行きなんやら怖い気がするの。神秘臭い人なの。あんたグドグドしてると蓮太郎さんと無理に結婚させられてしまうわ。蓮太郎、あんな人のこと言わんといて。あかん、今度は絶対に高幸さんを獲得してしまうなんだらダメよ。もうええ、もうええって言ったら。アホやな、ほんまに。そういう方がいるんじゃダメね。ダメよかな。どうだか。でも安心なさい、きっと勝たせてあげるから。だって安子さんと方を愛してらっしゃるんでしょ。愛していても一緒になれないわけがあるよ。どうして？つまり自殺なすった高幸さんのお父さんね。自殺？そう、それの元は二礼文七さんに株で散々な目に遭わされたからなの。まあ、そんな形と縁組はできる？じゃあなぜ未だに仲良くしてるんでしょうね。資本よ、資本のためよ。高幸さんのお店の資本は大部分大阪の二礼から回ってるんです。悔しいわね。それと以前からお母さん同士が裏千家のお茶友達だったもんだから。そう。でも大阪の女になんか負けちゃいられないわね。Thank you.
ちょっとご挨拶申し上げます。この度はご遠方のところをわざわざお出かけくださいまして、個人も定めし喜んでいることと思います。それでは何もございませんが、ごゆっくり召し上がってくださいまし。素敵やな、あの人。どないしたん？接待の高行さん、目をよそよそしい顔しやはって。心配せんてもええ、さっき箱根誘ったら行くっちゅうてはったもん。ほんま？うち引き受けてあげる。サンキュー。どうでしょう、ニレさんの腹をお聞かせ願えませんでしょうか。あなたを男と見込んで腹割りましょう。実はあんたをはじめ東京製紙の大株主を抱き込んで大阪製紙とは合併する気でね。え、ニレさんが？場合によっては新会社の社長に乗り出してもええと言うたりまん。お医者の大社やったらやります。やるかもしれませんな。どうです梶原さん、あんたの持ち株全部譲ってくれませんか。さあこんなところでどうでしょう。いらっしゃいませ。娘の京子です。こちら大阪の二根さんの師匠で京極さんとおっしゃる方だ。蓮太郎です。どうぞよろしく。あら、安子様のうちの？うちのお父さんご存知ですか？いいえ、お噂だけ。おきれいな方だそうですわね。それほどお前噂だけですわ。ねえ京極さん、どこかいい口でもありましたらお婿さん世話してやってください。わてがさんでももう決まった人はおまんねやろ。いや本当のとこはどうです。ほんまですか。よろしく失礼いたします。江藤さんが終わりですな。いやどうわがままでしまいません。重住さん。いや、これは。いつ来られまして。今日です。あなたは？僕も今日ですね。ああ。もうえらい目に遭いました。まあ、とにかく私の家参りましょう。さ、どうぞ。ええ、大きに。あかへん、京奥さんなんぞ来はって。冬かやな。あのご婦人の方がおいでになりましたの。あ、京極さんにです。池島忍さんというお方ですが。おお、僕に？え、ちょっとごめん。何しに来やがって。えらい霧でしたろ。さっきのあんな乱暴っかにしてと謝りに来たの。それはご丁寧に。ほんまはな、安子さんのことでお願いに来たのよ。そんなこと言わんかて、分かってます。僕に諦めろと言うんでしょ。お気の毒やけど。僕に遠慮なんぞいりまへん。
しのぶさん、高木さん、あっちの部屋に来てはりますね。え、来てはんの？張り切りやって、おすんまんならとうに拒絶されてるわ。高木さん、いけずやわ。なんで来てくれへんだの？早う藤畑で行ってあげて。安子さん、病気しはりますわ。こんな霧に行けば、僕だって病気するよ。こんなアホなことありまっかりな。もしもし、富士ホテルの二十号室で頼みます。篠子さん、どうするんだ。まあ、黙っとって。よう、春子さんのお家いかなんだわね。それだけは褒めてあげる。あ、安子さん、私今、レイクサイドホテルにいるの。すぐここ来たら。うん。いやよ、レンタロなんかに会うのごめんよ。違う違う。来たらわかる。急用や。すぐ来て。まあな、そういうことをするのは精神違反だよ。そらあんたや、なんでそないに安子さん嫌いなの？あの方、蓮太郎さんと結婚せんならハメになって、やきもきてありますの。今のうちになんとか決めるだけ決めてあげたら？そういうことはそうせくもんじゃないよ。どう春子さんが会えたんだって、邪魔してはるやん思うけど。うちの言うこと違う？そんなことはないよ。私、春子さんや清子さんと、ほんまに喧嘩しますかもしまへんか。そんなバカな。はい。あの女の方がお二人お見えになりました。どなた？さあ、何と申し上げませんが。うち代理しとくわ。しのぶさん、困るな。あんた裏から逃げて、安子さんを待ってて、二人と歩道をちょうたら、安子さんほんまに病気しはります。しょうがないな。はよして。あら、いらっしゃい。先日は。こんばんは。高木さん、いらして。京北のとこ遊びに来ましたの。そしたら高幸さん来とられるって言い張りましたんで、お部屋行ってみたら嫌がらしまへんの。そうですか。何ぞ飲みません？さあ行きましょう。いえ結構。どうして？いいんですの。入ってもええ？どうぞ。うちのお父さんまでっか？うん。京極さん、さっきの話ほんまに怒らんといて、どうぞして安子さんと高幸さんと結婚させたいのやで。辛抱してんか？そりゃ賛成です。どうせ僕らでっち上がりゃもん、文句言うことあらしないの。それ言うたらあかん。あんた二礼さんに見込まれて大学まで出たインテリアないの？違うねん、あらへん。そうやって僕も応援させてもらいます。ほんま？それ。そんなのがかっこないわ。せやけど、しのぶさん。ん？あんた、高木さんのことやと躍起になりまんな。よっぽどあの人に好かれたいと見えまんな。どうです？アホなこと言わんといて。高木さんのためあらへん。東京では失礼しましたね。なんだかんだと忙しくて。いいえ。高幸さん、どうしてこんなとこ行きはりましたの？あなたがここを通ろうと思ったもんだから。まあ、さあ、寒いことございません。いいえ。あ、その辺でお茶でも飲みましょうか。
それとも少し歩きましょうか。すまんない、もう帰りたくなったわ。今さら帰るのも尺だわ。もう一度ホテル行ってみません。あら、あ、高木さんだ。あ、そうだ、高木さん、そりゃ探したわ。それにあんた随分妙なことするじゃないの。来たなら来たと知らせるぐらいしてくださってもいいじゃないの。よく来たのが分かったね。よく分かったもないもんだわ。バカにしてるわ、しのぶさんにすっかりしてやられたわ。これからあんたのホテル行くわ。いいでしょ、行っても。しかしいいわよ。よこさんいらっしゃい。やすこさん行きましょう。いましたわよ。まあ、どこでお会いになりましたの。その説は。いや、どうも失礼しました。どうです、このお父さん分かってますか。まあ、どうやらやっております。いや、結構ですな。しのぶさん、もう帰りましょう。帰りましょう。父さん、早うしのぶさん連れて帰ってください。うるさって休んでらしめんね。まあ、こっちは休暇もろってきたんですさかいの。そんならええわ。ボーイさん、自動車呼んで。はい。春子さん、私たちも失礼いたしましょうよ。いいのよ、どうせ高行さん朝遅いんですもの。ほんなら私らも言いましょうね。かましまへんやろ、京極さん。寝よったないな。あ、京極さんはまだ京極さんをご存じないでしょ。紹介したまえよ。あら、そうね。はい、いらっしゃい。京極さん、こちら梶原清子さん、梶原株式店のお嬢さんね。こちら二瀬さんとこの京極さん。いや、はじめまして。どうぞよろしく。どうぞよろしく。重住さん、東京からお電話です。あ、そう。もしもし、僕、高行です。ああ、尾上さんですか。え、何ですって。え、投資家だな。どうも困ったことになりました。え、一昨日あたりから見かけていたんですがね、今日も下がりました。下がる一方です。ああ、そう。どこが売ってるか分かりませんか。ええ、それがどうもまばら売りなんで。ええ、そのくせ一時そこのまで一度落としていく相場のようなんですがね、この調子じゃうっかりするとやられますよ。とにかく目打ちをできるだけ早く帰ります。ええ、その上でなんとか。ええ、じゃあ、ごめんなさい。お知らせすることがありますので。あ、そうですか。お店の休業って当時のことじゃございません。え、それを知ってるんですか。春子さんだって知らないはずなんだけど。実は京極さんと初めてお会いしたんじゃなかったんです。え、この前うちに見えて投資株を買い占めてったんです。京極君が。何ですか、大阪製紙と合併させるとか。そうか、やっぱりニレの手か。高行さん、ありがとう。あなたのおかげでどうやら対策の検討がつきそうですよ。ねえ高行さん、しっかり戦ってちょうだいね。ええ、お待たせしました、お約束の大阪製紙です。池島さん、
ご恩は一生着せていただきます。そうおっしゃられると恐縮です。本当にこれを譲っていただけなかったら破産するところでした。そう喜んでいただくと嬉しいおますわ。お手は株は商売ではないんですよってな。上がろうと下がろうとどうでも構わへんのやが、まあニレさんはじめ皆さんに知らんことにしておいていただくんですな。あ、それは十分心得ております。失礼でございます。確かに。これおしまいなすって。そう、どうだす一つ。あ、さあさあ。何でもよで。あ、嬢さんに来るように言いなはれ。はい、かしこまりました。いろいろご厄介かけまして。いやいや、お父さん、今度の自動車具合悪いわ。二人なってるのあれ。ああ、いらっしゃい。こんにちは。あんた、いけずやわ。どうせうちに来るんやったらそう言うたらええのに。あの時なんで熊分けしはった？いや、呼んどころない用があったんです。うん、お父さんも言ってずやわ。高行さん来はったことちょっとも言わはらへんのやもん。忘れてたんや。もう今日の様子見はった？ええ、まあまあ。そうやったら今度買うてもろた自動車でドライブどうです？うち上手やし。まだ少し用が残ってるんです。かまへんやないの。さあ行きまほう。そんなことほったらかしてたよろしいわ。高行さん忙しいのや。この次にしなはれ。そうお願いしますよ。そうやったら宿まで送ってあげるわ。そう怖がらんとこの腕信用して。そりゃ信用しますよね。危ないもんや。まあ、お父さんうちの自動車乗ったことありますか？何にも知らへんくせに。乗ったことあるわな。いつ？動かんときに。あ、奥さん。なあ。ヤスケさんとこ行きますか？それは困りますよ。まだ会うてはらへんのでしたろ？ええ。あんた、なんでヤスケさんにいられたにしやはんの？かわいそうやないの。僕の方がよっぽどかわいそうですよ。なんで？いけず言わんと行きまほう。そんな無理を言うと僕帰らせてもらいますよ。いややわ。あら、あ、ちょうどええとこ行ったわ。あちらではいろいろご厄介になりまして。僕こそ。こんなとこしょうもない。お家へ入りましょう。僕、ここで失礼させてもらいました。そんなことってありますか？せっかくですけど、用事でいっぱいなんです。では。心配せんと。もうおしまいよ。あの方、打ち切ろうとあるに違いない。何言うてんの？そんなことあらへん。さあ、うちの部屋行きまほう。ほっといて。うち一人で考えたいの。考える？なんで？うちきっと繁盛してあげるよってな。きっとやわ。おかえりやす。先ほどからお客さんがお待ちです。あ、そう。あなたでしたか。驚いたでしょ。今朝こちらのおばんところに来たんですの。そうですか。あ、君。はい。何か冷たいもの持ってきてくれない？かしこまりました。どうぞ。いただきます。あの時はわざわざありがとう。おかげさまでどうやら辛い目を逃れそうです。まあ、
それはでございましたわ。私とても心配してましたの。すみませんでした。いいえ。私を邪魔していけなかったんじゃございませんの。安子さんのために。変な推理はしないでいただくんですな。じゃあ私、安子さんを無視してお話ししてもよろしいんでございますの。無視？私が大阪まで来た気持ち、お分かりじゃございません。私、あなたのことばかり考え続けてきたんです。かましいことはよく分かっています。でもそれは僕はありがたいと思います。しかし結婚していただけません。結婚？率直に言います。僕はあなたのことをそれほど深く考えてお付き合いしてはいなかったんです。これ拭いてちょうだい。痛いでしょ。大丈夫ですか？あなた怒ったりなさることありません。たかが僕なんぞのことで。なんぞご用で。体ラインに水、包帯もだ。安子さんのところに連れてってちょうだい。安子さんに何の関係もないことですよ。あ、ガラスが刺さってる。安子さんを呼んでちょうだい。まあ落ち着いてください。無茶なことをなすっちゃいけませんよ。人間にはどうにもならない運命ってものがあるんですからね。帽子貼りましたんです。いや、何でもない。あ、いいよ。さあ、洗いましょう。もういいんです。いや、まだあります。バカね、私ずいぶん長い間あなたのことばかり考え暮らしてきた。
京子さん。珍しいとこどめに変えましたな。あんたってどうされまして。大変な傷なんですの。とても悔しいことなんですのよ。そらえらいことやんな。どうです、よかったらその辺まで。どうです、元気出したら。そんなあんたくよくよすることなんか言わへんがな。ありがとう。あなただって元気ありませんのね。なんでです。そうじゃありません。あなたさえしっかり安子さんを掴んでいたらこんなことにはならなかったんですもん。そりゃ無理ですわ。肝心の父さんが向こう向いてはったら飽きまへんよってな。まあ、短期お子さんともうちょっとの間我慢する子ってんな。あんな男のことをすぐ忘れますな。でも女の心はそうやすやすと口で言うようにはいかないんですの。なんでね、あんなにえきらん男を。重住さんの絵の男やったら二三人まとめて世話してあげますわ。まあ僕に任せなれ。あんた僕見ながらな、我慢に我慢のしすめはまへんか。僕の言うこと聞いて時を借りやす。え、そうしなはれ。こうなったらもう断然あんたの味方。いつか一度あんたの胸をすくようにしてあげます。ご迷惑でしょ。そりゃ迷惑ですよ。お会いしたいと思う時には十分気持ちの上に準備が必要ですからね。たった一言だけおっしゃってください。あなた、うちがどうしてもお嫌いなんですね。ね、お願いです。それだけ教えてください。それだけでいいんです。嫌いになれれば僕だってこんな苦しみはしません。え、
答えてくれますか。僕はある人からうちの都合の悪いことばかりされてるんです。その人のためにいつどうなるかわからないんです。その人誰ですの。言えません。あなたの知らない人です。誰かしら。それを承知の上なら僕は決心します。これから忍さんと有馬へ参ります。有馬のうちの家も見てください。もう時間がないでしょう。自動車ですぐなんですから。今日の朝とお父さんに言うてし。どなたも来てあります。何言ってんねん。池島のお父さんからちゃんと聞いてきたんや。うちの夫はんだか池島さんが帰られますとすぐ家にありました。ほんまか。ほんまです。どうか探す。どなたもいやはやいまへん。あ、高木さんいやはりましたらちょっと用があるって呼んでください。いやはりますけど、なんぞ言うならうち聞くわ。あんたにはわからんことです。うちに言えんこと高木さんに聞かしとないわ。父さん、高木さんに降りてくるの言ってください。あなた上がったらええ。よろしいか。どうも失礼しました。お話したいことがありますから外に出てください。あ、行かんといて。何、直すのようでしょうから。あんた、ヤスコさんはどうしてくれまんねん。この前、ヤスコさんが戻ってくると言ったら立派にことだったじゃないですか。それに今日のまで一体何です。あんまりバカにすんな。僕かって我慢に我慢してたんで、これ以上恥じゃ。おっと恥じゃ。なんとか言ったらどうだ。よし、たまえ。何か。の方も目鼻がってきましてな。僕も新会社の専務に押されそうでんね。まあそう。どこぞ散歩に行きまへんか。久しぶりやで広いとこ歩きたいんです。どこがいいかしら。さあどこがよろしいかな。僕、豪州の役所のせがれ屋で、なんぼ忙しい時でも、時々役に帰らんと気が済まんのです。あら、そう。農家の生まれでしたの。ええ、絶地になるまでは。せやから、力は今でもかなりあります。そうやって、高幸さんなんかに負けしまへん。高幸さんのことはもう言わないでちょうだい。いや、すんない。こ
これからや。これからが本番の戦いだ。見てなあれ、今にギューって目に合わせてあります。それが済むと、安子さんと一緒になるんでしょ。え、僕ですか。父さんのことはもう言わんといてください。ああ、山がよう見えまんな。あれ、トンゾウですか。そうでしょ。は暴落だ。もう4円も落ちました。売り手はどこだ。8円だって。8円落ちた。誰だ。売り崩してるやつは。畜生、誰も金が出ないか。一日で20円の下落なんて、こんなバカなことがありますかい。投資の件をやっとせいだと思ったら、すまたこれだ。もう買い向かうことはできない私に。しかし、こんな返帳はそういつまでも続きますまい。そのいつまでもが頼みですよ。わかりました、わかりました。売り崩しているのは梶原の店です。何、梶原。そうです、梶原のやつです。そうか、やっぱり梶原。ちょっと相談がありました。前まで来てください。そうだな。ちょっと、返帳は掴めますね。お母さん、ちょっとこちらへ来てくれませんか。改まってどうして。ええ、お母さんもご承知でしょうけど、投信株が急にめちゃくちゃに暴落をしました。今日の下がりだけでもうちの財産は6倍なくなってしまいました。もう少し辛抱してたら元へ戻るのじゃないかね。いえ、今度は違います。ニレの手が入ってるんです。ニレさんが。分かってます。仲間がやられに決まってます。そこでご相談なんですが、今のうちに財産全部を整理して商売をやめるか、あるいは負けるまでも戦ってみるか。ありましたか。じゃあお母さん、覚悟してくださるんですね。お店も家も何もかもみんなお前のものじゃないか。ありがとうございます。やってみます。しっかりやっとくれね。お米もなくご無理お願いして申し訳ございません。いや、遠慮いりません。しかし大変なことしたな。それとも大噂しておりましたのや。これが店やうちの陶器でございます。どうぞお改めながら。うん、このご別宅の新築の時に先代さんにお呼ばれしましたのや。今でもそのままだか。え、ようでけてましたな。失礼ですが、小切手で。ありがとうございます。じゃあ花田勝手ですけど、東京の方の打ち合わせもございますから、これで失礼させていただきます。うち宿まで送ってあげようか。いや、いいです、いいです。うちの言うこと聞くもんですわ。じゃあお言葉に甘えましょう。ほんならじろじろ支度してこう。今度のこと安子さんに知らさんなら。安子さんにどうして。そうやおまへんか、未来の奥さんやもん。それどころか、あの人とはどこまでも他人ですよ。まあそりゃかわいそうやわ。いや、そういう運命なんです。そやけどお父さんのやってはることあの方ちょっとも知らはらへんし、安子さんに何の罪もあらへん。まああの人のことはやめてください。僕一個の結婚どころか、東京の株屋が負けるか勝つかの瀬戸際ですからね。そうやけど安子さんはな、あんたのために閉じ込められて罪人みたいにしてあるんです。お願いです、あの人の話は聞かせないでください。今度の勝負がつくまでは。
さよか。でも買ったらええんでしょ。これも一緒に使うとくれやす。何です？お小遣い貯めたんやさかい、みんな使うとかってかもしまへん。こっち11,000円、これ20,000円や。資金の足しにしておくれやす。それはいけません。あなたから借りられませんよ。そんなこと言わんてと、お願いよ。じゃあこの際だからお預かりしましょう。この金を上手に使って10倍にしてあげます。え、10倍に？ええ、うまくいけばもっとです。ほう、ほらおもろいわ。うち株屋さんになりたいと思ってまして。株屋結構や。あんたそのにくよくよすることあらへんって言うたら。もうええ、あっちゃい持ってって。もうちょっとお上がりやしたら。いらん、はよあっち行ってと。石原、やっつくろ。売っているのは大阪の2例です。2例だって。高杉と格陽が潰れた。ダメだ、地獄だ。山順も潰れたぞ。すみません、お母さん。お父さんの残されたものは今日でほとんどなくなりました。まあ元気を出しとくで、体さえ丈夫でいてくれたらどうにかなりますから。ええ、高行さん、なんてざま。それでも東京の男なの？うん、分かってるよ。その顔何？安子なんかに買い合ってるからいけないのよ。清子さんと結婚してこんなことにならしない。己のうちも考えてちょうだい。あんた一人の店じゃないことよ。私とお父さんがいくらためを持って働いてもみんな水の泡よ。高行さん、私たちはどうなるんです？私たちは直してよ、高行さん、直してったらね。高行さん、どこ行くの？よせ、もう分かった。どこは行きないだろうな。本当町始まってこんなことがあったかってんだ。分かりながら東京は震災食ってるんだぜ。どうだ、大阪だ、違うんだ。そこを考えてもらいてね。皆さん、お調子。はい。重住さん。どうです、お酒しないか。何しやがるんだよ、ふざけたまにするな。それでなくて腹立ってるんだよ。おい、余計なこと言えない。どうもすみません。師匠。しげずみさん。安子さんと結婚しないか。君に疑われることはまだ何もしてないんだ。やったらただやらしいがな。そんなのもらいなさいよ。今頃あんたゴテゴテ言うてる時ですか。株の戦争最中ですよ。僕んちはもう潰れちゃったんですよ。じゃあもう取引できませんのか。できません。ならどうでしょう。今夜中に僕なんとか資金都合しますさかい、もう一遍やんなはれな。オスもうちの大将を売り続けますさかい、あんたも売りに出たらよろしいがな。どうよろしいますね。あんだけでもやんない。せっかくだけど、それはできません。ちょっと、
あんた強情張らんと僕の金作ったらよろしいやないかい。バカにするな。いつバカにした。金ってなんだ。金なんかくれと誰が言った。そんな手ありますか。金で困った時には金の話するの当たり前じゃないですか。そうやないですか。僕は君に負けたんだ。これ以上肩にかかってなぶり物にしないでくれたまえ。何を言うてまんねん。僕が手に入ってりゃ一旦処分がついたからには死にかかってるあんたも黙って見てられますか。僕はうちの人たちに騙したかてあんたが言うなってくれるのが面白まんねん。ありがとう。気持ちだけはお受けします。あんたまた僕を誤解してなる。僕は安子さんをもらいとってこのこと言ってるのに違いますね。安子さんは完全にあなたのもんですよ。わからん人やな。僕はあんたの家のことを心配して言ってまんねん。いいんです。お袋だけはどうにか生活していけるようにしてありますから。僕のことはこの前にしといてください。さよなら。何がそんなにおかしいんです。あんたの泣き顔が。ずいぶん儲けてくださったんですってね。私のお金で。あ、あんたのはよかった。今お渡しします。31万2800円。大したお金やわ。ありがとう。無駄遣いしちゃいけませんよ。あんたは贅沢だからな。もうどんなニューカーが輸入されたかって買わへんわ。そう、むしろお嫁に行く時まで持ってた方がいいと思うな。お嫁の話なら言わんといて。それよかお父さんに電話して決めたんやけど、ここのうちとお店うちのものになったんよ。どうしようとするの。君のうちにして株屋さんになりたいのよ。ねえ、このお店の権利譲りまへん。譲ろう。でも高いよ。そやけどあんた潰れたんやさかい安うするのが当たり前やないの。なるほど。しかしこの店を続けるんなら取引所へ15万円は納めなくっちゃ。かもへんわ。これで払おうといてちょうだい。いよいよ本職だね。そうやったらうち大家さんやで。家賃決めてんか。まあ250円かな。よろしい。それからあんた旦那さんにしてあげるよって月給いくら欲しい。500円。そんな高いバンドさんってあらへん。じゃあ400円。まだ高い。ああ、家賃並みに250円に負けとけ。しげずみ、ちょっとタバコ取ってんか。ええ。ねえ、ほんまに10代やなしに明日からそうして。脅かしたってダメだよ。真面目な話よ。おばさんに聞いてごらんなさい。おばさん、おばさん、なあおばさん、ここの主人になるのほんまね。高之、大阪の池島さんのご好意なんだよ。そうでしたか。そんなややこしい顔せんでと。僕できるだけ働きます。あなたやお父さんのご好意に報いますよ。いやいやわ、あなたもって。もう時間や。長いことうちへ帰らなんだよって大阪の本宅へ行ってきました。お帰りですか。おばさん、お大事に。あなたもどうぞ。いつ頃お帰りです。あ、すぐ帰ります。店は成績を上げておきますから、ごゆっくり行ってらっしゃい。成績悪いと月給減らします。はい、承知しました。おかえり。
やっと帰ってきました。うちに代わりはありませんだか。はい、別に。あんた痩せたな。自分では分からしまへんけど。あかんな、そう痩せては。それから伝太郎との話な。あれもういい加減に決めてやらんとかわいそうやよってあんたから言い出してもらわんならんな。はい。あれは腕のある男や。ただいま池島さんの父さんからお電話がございまして。え、しのぶさんが。よろしかったら遊びに来いと言うたられました。そう。行ってきな。あ、よろしいのですか。久しぶりやでな。どうした。いいえ、大丈夫です。うちを止めてしまうか。ええわ。安子の栄養にしとき。体に気をつけてな。では行って参じます。小村、店の山本呼んで。はい。あかんあかん、早う逃げんと連太さんと一緒にならんならハメになるわよ。ここに支度したりよって東京逃げ。もうダメ。憎い憎いの娘なのに追うてくれはらへん。あんたは何も知ってやないのよって。そんなこと言い訳にならへん。どうせうち嫌われんもんよ。高行さん嫌うてなんぞ嫌からしまへん。さあさあ、安子さん、あんた水臭い人やわ。うち見損のってた。うちやったら何を置いてもお詫びに行くわ。それが忍者やろ。好き嫌い言うてる時あらへん。そやけど会うてくれはらへん。きっと会うたらええやないの。新曲さしてやな。さあさあ、ごめんください。ごめんください。あ、安子さん。どうしたんです安子さん。大丈夫ですか、安子さん。え、しっかりしてください。さぞ、憎いやつだと思いでしょうけど、堪忍してください。いや、そんなことはいいから、休んでください。今、医者を呼んできますから。安子さん。わざわざ謝りに来てくださった気持ちは、十分よくわかりました。僕はもう何もかも水に流します。
しかし許してください。僕はあなたに帰っていただきたいんです。あなたの体も治ったようですし、幸いまだ汽車もありますから。それにお袋も留守ですし、人に疑われるのはよくありません。ええじゃありません。疑われたって。いけません。京極君に行けません。伝太郎がどうしたんです。京極君は僕を任しました。思ったよりいい人です。健康です。それがどうしたんです。あなたと結婚しろと頼んだんです。伝太郎とですか。私を魂のない人形だと思ってますの。品物だと思ってますの。あなたが大事だからですよ。一時はあなたまで憎いと思いました。でも憎みきれるどころか、愛することにちっとも変わりはないんです。それならそのように生きる道はあるじゃありません。あなた謝りに来ただけのはずでしょ。そうです、そのつもりでしたわ。でもでも私家を捨ててきたんです。もう何もかも言います。あなたに愛されてなきゃ一日にもいられない女なんです。よしなさい、こんなくだらない男。嫌です、帰ります。あなた私に死ねとおっしゃるの。そうか、ちょっと失敬します。はいはい、僕高行です。あ、篠尾さんですか。大阪から。あ、そう、安子さん来てられます。なんですって。誰や、皆さん殺されたの。今知らせたばっかりよ。詳しいことは分からへんけど。ほんま、安子さんにすぐ帰ってもらってちょうだい。よろしいです。今夜の汽車です。じゃあ、いずれ。安子さん、ちょっとここへ来て。僕を抱いてなさい。もっと強く。あなたのお父さん亡くなられました。あ、安子さん、安子さん。ご愁傷なことで
謹んでお悔やみ申し上げます。ちょっとお邪魔します。おくたびれでしょ。すまんと思ってます。いえ、父さんこそ体大事にしてもらんとみんな困りますよって。おおきに、実は今日お願いに上がりまして、お店のことですけど、このままやとお店のもんがみんな失業しますよって、私が店をやらせていただきたいと思うんですけど、どうでしたろう。大きなことはできませんけど、どうにかやっていけると思うんです。もしそうしていただければどんなに気が楽になるか知れません。お嬉しくないか。どうぞ。ありがとうございます。で、大失礼ですけど、お家へ20万円お払いいたしたいと思うんですけど。その間の話はよう分かりまへんよって、ええようにしてください。高幸さんもレンタル班にお任せする方がいい。二でけ全部の印鑑もお渡しするよう言うてでした。いえ、印鑑はいけまへん。なぜ？決まるというのが待つよって、まあ、いるときは父さんの手で押していただきますよって。どうぞよろしいようにお任せします。へ、それから私の結婚のことですが、実は東京の梶原さんの娘さんと一緒になることになりまして。まあ、清子さんと。そう。その方も末永く目をかけていただきたいと思いまして。そう、私喜んで妹にしていただくわ。いや、とんでもない。いつ式は？それはまだ分かってませんねけど、いずれ。今日は何プレゼントしましょうか？いや、もうそんなご心配どうぞやめてくれ。今度安子さんをなくすようなことしたらほんまに免職よ。覚悟して。もう大丈夫。よう言い聞かせといてよって。安子さん、あちらで紅茶すぐ沸かせるさかい、うちの番頭に飲ましてな。山、人前やってきてよ。